これで戻ってマミさんいたらちょっと怖いけど。それはねえか。どうした？いた、やっぱりいた。はい、どうも皆さん、こんにちは。動画ぶっとつです。この動画を再生していただきありがとうございます。この動画はアニメリアクション動画となっております。必ず今回というか本編をいただき一緒に再生してお楽しみください。というわけで今回は彼女をお借りします11話、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ね、クリに対して、カズ君が、千鶴を使って、まあ、女性不信を解いてあげたり、まあ、自分もね、レンカノを使ってたんだよっていう告白をしながらね、まあ、男の友情をね、復活させながら、クリを勇気づけるような回で、そんな中ね、僕はね、ちょっとね、カズ君がね、千鶴を使うのはどうなのかなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、それはそれでね、またね、なかなかね、できることじゃないんじゃないかっていう視点を持てばですね、まあ、カズ君なかなか男らしいのかなっていうふうにも見て取れたんですが、まあ、それよりも何よりもですね、ラストに、うーって、ちょっとやってて恥ずかしいんだけど、うーっていうね、例のあの子がついに、登場するということで、今回の11話、非常に楽しみにしていたわけなんですけども、もうなんせね、僕はもう第1話、第2話わからないけど、ちょっとオープニングとかエンディングで、あの、スミちゃん、女のピンクの髪の女の子が出てきてから、いや、この子一番俺押せるかもしれないってずっと思ってた子なんですよ。で、最初の頃は、まあ、5、6話くらいまでには出てくるかなってちょっと思ってたら、まあ、いつまで経ってもマミちゃんエピソード終わらず、終わったと思ったらルカちゃんエピソード終わらず、気がつけば11話。11話ですよ。もう来週終わりですよ。よくね、このアニメに関してはこのスミちゃん、マミちゃん、ルカちゃん、ジツルさんの、4人のねイメージボードというか、まあ、イラストが使われてね、よく告知とかされてるんですけども、もう11、12にしかスミちゃんは登場しないのかなって思うとね、ちょっと不遇、まあ、ルカちゃんもねだいぶね、カズ君に相手されてなくて不遇なのは不遇なんだけど、そもそもアニメに1話もしくは2話しか出れないスミちゃんね、まあ、そんな子がね、僕はちょっと最初から気になってしまったからには、まあ、非常にね、もうあと残り2話っていうところが残念でならないんですけども、まあ、今回のエピソードでスミちゃんの魅力がね存分に発揮されて、まあ、原作読んでない僕からしたらね、イメージ通りの子なのか、まあ、前回のラストだけでもね、もうイメージ通りの子なんですけども、このシャイガールだと思われる、ちょっと内気なね、話し方もちょっとどもっちゃうような子だと思われるスミちゃん、この子に期待しながら11話皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思っております。ただね、ちょっとね、前回の予告を見るとマミちゃんもまた出てくるようなので、まあ、そこら辺でちょっと波乱が起きないか心配しながら、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さん、録画したものもしくはビデオオンデマンドを使って一緒にお楽しみください。では行ってみましょう。はい、それでは11話スタートします。あ、いきなり、ありがとうございます。お、やっとやっと喋ってるスミちゃんに会える。てか、何これ、4時早くね。4時、俺この編集してたらもう4時になるけど。えらい。てか、なんで捨てちゃうの、なんで。てかワンちゃん、何その種類。てか、ツッコミどころがすごいんだけど、何この追っかけてる感、胸熱大陸。あ、大学生なの。結構年ある、あれだね、高校生かと思ったよ。もうなんでやってるの、国際コミュニケーション。コミュニケーションがなかなか得意じゃないから、それを直したくてとか。部長、いくつだよあんた。いい年して、え、嫌いなの。手つなぎたい。あ、やっぱあれかな、そこら辺を勉強し練習したくてやってるのかな。今日お客さん結構満足すると思うんだけど、これはこれで。かわいい。もうバーンってくるわ、ああいうの。いや、だからって現実の女の子にあんなんやられて可愛いかって言ったらどうか分かんないですけどね。フレッシュクラス、あ、お店の名前か。見とれちゃうくらいなんだよね、女性が。そう考えるとすげえな、千鶴。あ、どういう印象ですか。まあ、いい子は間違いない。そこがけどポイントでいいじゃん、かわいいじゃん。
まあ、あの眉毛、もう何よりあの眉毛に惹かれた。勇気を出せる。なんだろうな、スミちゃんは結局何なんだろう、何のために働いてるんだろう。俺の予想だと、まあ、国際コミュニケーションとか今の勇気を出せるとかっていうのがあるから、もっと積極的に行きたいとかそういうことの練習のために連歌をやってるんじゃないかなって思うんだけどね。いやー、やっと脚光を浴びる日が来たんですね、スミちゃん。もう絶対ツイッターのトレンド1位になれるんじゃないかな。いや、さっきも話したけど、僕ね、もう最初に、まあ、原作未読なんで、なんでこの子に惹かれたかっていうと、まあ、あのね、ちょっと奥手な感じもいいんだけど、あの眉毛、あの眉毛系僕大好きで、まあ、軽音とかもそうだし、ヘアキャンとか、まあ、ヘアキャンじゃないか、ゆるキャンって言ったのか、ゆるキャンとかもそうだけど、ああいう系の眉毛のキャラを押しちゃう癖が、癖っていうか思考なんだろうね、結構あるんですよ。皆さんも結構ありません？こういうタイプだったらとか、まあ、見た目とかでもこんな感じ絶対に惹かれちゃうみたいな、メガネ属性とか、わかんない、皆さんがどういう属性好きなのかわかんないですけど、僕結構惹かれちゃうんですよね。あと現実じゃもちろんないんですけど、ロリ系の女の子に惹かれたりする。ラフタリアのちっちゃい頃とかね。あ、シームなし。あ、早速待ち合わせで会うんですね。かわいいな、本当に。頑張れ。いや、すげえ役得意じゃん、カズくん。可愛い子ばっかり。たまらない、たまらないね。かわいい。それがかわいい。小動物みたい。ギューってしたくなるね、こういうの。頑張れ。ルカちゃんとは真逆にいるね、この子は。本当だよ。いやー、これでスミちゃんどこで惹かれるんだろうな、カズくん。相撲と彼氏、ここでまた別の女連れてるとこ見ちゃう。久々のマミさん。また嫉妬でちょっかい出してくるんじゃないの。これじゃあ納得しないってお客さんもやっぱいるのかな。お金払ってんだし。かわいい。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。てか口に出すなよ、カズくん、それを。いいよ。いや、もう眺めてるだけでかわいいじゃないか。頑張ろう。ボーリング、デートでボーリングって行ったことないな、多分。最高かよ。またそんな短いスカートで来たのにボーリングやらせて大丈夫かな。ボール何番持つの、重さ。そこじゃない、最高じゃん、ニーソ、白ニーソって。てかそのスカートで大丈夫か、初か。
ボーリング、もしかして。なんかゆ…え？やっぱり、いきなり水玉似合うわ。なんか指入れてる場所もちょっと違かったような気もするしね。あ、早速聞ける。あ、けど答えてくれないか、うまく。いやいやいや、なんだ。ああ、そういうことか。うんうん、克服したい。もう分かっちゃった早いね、さすがに。もうないと、話数が。いやー、この感じだと本当制裁争いには入れないのかな。羨ましい、カズくん。美人ばっか囲まれて。おっとっと、いきなり。いやいや、これは困るわ。いかちいこれは怖いね。勇気出せけど、ここは。ちょっとクソ野郎ども、くすみちゃん、守りに行けよ。いや、その言葉以前に早く行けや。別に店員さんいるんだからさ、堂々と行けばいいやん。入り方、入り方。これで急接近ですよ、吊り橋効果。見せられかしたいだけってさ、可愛い子と付き合っててさ、外出てたらそう思われるの、なんかすげえいい迷惑だと思うわ。あ、ファック、バーカバーカ、腹立つ、ああいうやつらマジで。かわいい、かわいすぎる待っててよかった。かわいい、いちいちかわいい。もう待ち受けにしたい、これ。お、お、お、頑張って。いけた。ちょっと違うけど。いいよ。あ、誰だ、見守ってるのは。マミか、マミか。千鶴かと一瞬思ったけど、いや、マミさん割り込んでこないといいけどね、このデートに。後でちょっかい出すならいいけど、ここでちょっかい出さないでよ。いや、しかもだって超ビジョン、美少女なんでしょ。ソフトクリーム一生懸命食べてください。あ、いいんですか、いいんですか、そんなの、そんなのありなの。最高じゃんかよ。あ、まだあっちで食べてないしね マジかわいい。いや、ペロよりパックって言った方がエロくないね、こういう時おい、制作者さん、制作会社さんすごい純粋な子だから、あそこのシーンはすごいあれだな、悪意を感じるありがたいんだけど、かわいいこれはちょっといやー、もう絶対いいじゃん、すみちゃん。いやー、これはまた割れるんじゃない、ルカちゃん派が大放出だね、ドーンこんな形で。羨ましいぜ
羨ましいぜ。俺は今日誕生日だっていうのにこんな深夜にアニメ見てさ、泣き出してんのかよ。またナンパされちゃうよ一人にすると。あ、これで戻ってマミさんいたらちょっと怖いけど。そらねえか。どうした？いた、やっぱりいた、やっぱり、やっぱり天界来た。本当かお前、追っかけてきたろ友達わざと合流させて。やめてやめて、ピュアな子なんです、ピュアな子なんです。ちょっかい出さないでください、傷つけないであげてください。守って、カズくん、さっきより真剣に守って。確かに、どう説明する、妹。おお、説明ができなくなる。マミちゃんどうだこれ。もうこれは言い訳できないね。さあどうなる。やべえ、怖えよ。ごめんね、その後ろ姿。あー、やばい、怖い、もう絶対結婚したくない、こんな人。家帰った時何かあったら超怖そう。もうそういう入り方。あれれれ、まだルカちゃん知らないし、あれか。ちょっと嬉しい一言ではある気もする。言われたい。マミーさん、もしかしたら逃した魚は大きかったって思っちゃってるかな。あれれ、それだけ。わかる、ちょっと手応えなさすぎて怖い、逆に。いや、どうかな。あ、やばい、行かないでよ。あ、ほら、その顔。危ねえ、ナイスセーフ。もういらないね、鏡。はあ、やば、マジで危な、騒ぎすぎました、すいません。はしゃぎすぎ、気をつけないと。そうだよ、いるよ、いくらでもいるよ。なんせツイッターのトレンド絶対入っちゃうだろうからね。みんなそんだけこういう子好きなんだよ。またね、頼むよ、来週も出てね。ダメだ、それはダメだ、カズくん、お前もうはダメだよ、それは。癒されるわ、スミちゃん。女の子同士だと結構喋れんのかな。めっちゃ可愛い。やば。お、来た。やっぱり。あの人。てか誰？弟？弟いたんだね。
マミどういうこと？マミー何があったんだこの人。あ、やばい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 。やばいぞやばいぞやばいぞ。バレるんぞ。やばい。やばくない。これさ、桜沢すみだけじゃなくて千鶴さんもルカちゃんもバレるよね、あるし。ヒデとクリにもバレるかも。目の前で言われたら、みんなの前で言われたらやばい。まだお前そんなこと言ってんのか。クリは知ってるから。かわいそう、ヒデがかわいそうだよ。ヒデにも話すべきだよ、こうなったら。男友達の友情をさ、優先するなら。出会い系サイトやってんの？あ、やばいやばいやばい。やばいよ。クリはいいけど。けど、キビ君の履いてるパンツ、ちょっとあれだよね。モテたければああいうのやめた方がいいよね。ポケットいっぱいあるパターン。ああ、ピザのチラシよく入ってるよね、一人暮らししてると。語りたいわけだね。いや、てかマミさんが気になる。あ、呼ばれた。よかったね。もう口悪いんだから、喜んでるくせに。よかったよかったっす。いいんだよ、そりゃいいんだよ、もちろん。なんか他にあるのか。やばいやばい、やめられたらまずいだろ。けどなんでやめるの。あー、マジ、こうどんどん先行っちゃうパターン。そういうの辛いんですけど。いやー、好きな相手が大きくなってくのは結構しんどいよね。やめた後もお願いしますよ。うわー、こりゃカズくんきついぜ。いや、ありがたいけどこれ、まあ今期だけじゃできない話だし、2期ないとな、わかんねえわ。いや、読みたくなる続き。いやー、ズーンって感じだね。魔法が解けたよ。なんだよー。いやー、やだ。言っとけ、今のうちに。わかる、めっちゃわかる。しかも隣の部屋だし。いやー、困ったなこれ。あ、そっちか。誰？あ、マミ、マミ、マヤ、マミだろ。ばあちゃん大丈夫か。やだよばあちゃん、ちょっといろいろあるな。おい、
いやこれマミだろ、来るの確かめられちゃうだろこれ。おばあちゃん心配だけど、あーやばーやばーやばうーわーやばー、どうなっちゃうのうわー、これは来週最終回にふさわしいお話になりそうだけど、いやーちょっとスミちゃんに燃えるだけの回にはならなかったな。まあ、とりあえずまあ最初から話していけば、とりあえずスミちゃんはマジで可愛い、朝4時起きすげーなって思って、いやそっからのカズくんと会ってからのデートの仕草もいちいちさ、俺直してほしくないんだけどな、あのまんまで十分可愛いんだけど、まあけど彼女がなんとかしたいならしょうがないけど、もうまさかあそこでマミちゃんに会っちゃうなんて、そのせいで廉価の知られちゃったから、全部嘘やんけって言ってカズくんのとこに来ず女の方から手出してくのがもう怖いわ、マミさんらしいというかそしてもう千鶴が、まあ、あり嬉しいっていうかおめでたいことなんだけどさ、夢に向かって進んでって、けどカズくん的にねこのまんま今の状況続けられないってなると、振り向かせること、あここやっぱりありがとうあ、いやどうしたらいいんだろうな、千鶴とのこれからどうなっちゃうんだろう。でそんな中でさ、ちょっとおばあちゃんの心配もあるじゃないですか。俺最初カズくんの方のおばあちゃん大丈夫かなと思ってたけど、やっぱおばあちゃんネタここら辺で出てくんのか、やだよおばあちゃんになんかんのは、俺はそういうのはちょっと悲しい。いやもうマジで来週大波乱の予感しかしないんですけど、こうやってマミさんが千鶴だけに話すんならいいんだけど、学校のキベとかにも行っちゃったりとかしたらめちゃくちゃめんどくさいことになるし、来た来た来た、やばいやばい、最終回どうなの。いやてかマミもなんか抱えてるっぽいんだよな、さっきのあの家でのやり取りとか見てると。告白と彼女、告白と彼女どうする、何の告白、まあ、あの二人のやり取りの中のそうですっていう告白なのか、カズくんが千鶴にいよいよ告白するのか。いやーけどな、一期ってか、まあ多分これ本いっぱい出てるからこの段階でまだ告白なんか多分しないと思うんだよな、カズくんが。ってなるとなんか誰かの何か思いの告白的な感じなんすかね。まあいろいろ話があっちこっち行っちゃったんですけど、僕はほんとスミちゃんをずっと待ってたんで、まあ、後半はいろいろあったんですけども、まあ、スミちゃんが見れてよかったなと。多分今頃これを撮ってる時にツイッターのトレンドは上位なんじゃないかなと。でそれをこの撮影が終わった後にひっそりと楽しもうかなと。いや結構ねスミちゃんだいぶサービスショット今回多かったっすね。さすがにラストに出てきたからギュッと詰め込んでもらって、もう渋さも声優さんもサービスショットもあってもう最高でしたね。で後半のいろいろ波乱はまあまた来週ね、皆さんと一緒にどうなるんだろうってヒヤヒヤしながら、追っかけていきたいなというふうに思っております。はい、というわけでいよいよ来週が最終回です。ぜひ皆さん最後まで一緒に楽しみましょう。以上動画部トツがお送りしました。今回のエピソードに関するコメントだったりリアクションに対するコメントぜひお待ちしております。本日誕生日のトツがお送りしました。バイバイ。